はい、どうも、ふわです。まあ、今日はこちらですね。自分マニュアルを作れということで、これについてお話をしていきたいと思います。で、まあ、自分マニュアルってね、何かというと、まあ、自分だけのこうルールブックというか、自分がうまくいく方法、自分がこれをやったらなんかなぜかなんかいいように進んでるんだよなっていう物事とか、やっぱいろいろあると思うんですね。で、それを書き留めておくってことなんですよ。要はそれが自分マニュアルです。僕もこういうふうにこうちっちゃいノートにこう自分マニュアルって書いて、こういろいろね、こんな感じで書いてたりするんですけれども、そう、あなたにもこれをやってほしいんですよね、絶対に。で、なんでこれやるかっていうと、要は、まあ世の中ってこういろいろね、本とか出てますよね。あんな感じでちょっと後ろにかなり汚い感じで掃除しろよって感じだと思うんですけど、でもこう本っていろんなこう意見とかありますよね。なんかこっちには例えば本をたくさん読めっていう風に書いてあるけれども、一方でこっちには、いや、本なんか読む必要ないっていうね、やっぱそういう真逆のこういう意見とかってあったりすると思うんですよね。で、これってまあ、実はこうどっちも正しいんですよね。どっちも正しいし、正しくないんですよ。で、なんか何が言いたいかっていうと、結局自分に合ってるかどうかなんですよね、その方法が。で、僕もこう最初はね、こういろんな本とか読みまくったりとか、いろんな人に会いまくっていろいろアドバイスもらうわけですけど、ものすごく迷ったわけなんですよ。なんかね、全然言ってること違うし、どっちやればいいんだよっていうふうにやっぱ思ったんですけど、結局はやっぱ自分に合ってるかどうかなんですよね。で、その本とかそういうふうに書いてる人とか、あとはまあ経営者とか起業家の先輩とかね、こういろいろアドバイスくれると思うんですけど、それってまあ、その人のためにやっぱ言ってくれてるわけですけど、その人の自分の、そう、過去の自分の経験からそれ言ってるだけなんですね、うまくいった方法。もちろんね、こう相手に合わせてやっぱ言ってくれてる面もあると思うんですけれども、でも所詮その自分の経験から来ているものしか言ってないんですよ。そう、だからまあこのね、僕のこの動画もまあそうなんですけども、だからこう自分でこう合うか合わないかっていうのを一回ね、こうやってみて、でそれでうまくいったものだけ取り入れてもらえればと思うんですよね。それが一番あなたに合ったもう最高の方法なんですよ。だからこの自分だけのこの本っていうのをつけてほしいんですよね。で、本当にこれをやると、なぜかこううまくいってしまったりとか、まあ自分がね、落ちた時、特に落ちた時ですよね。っていう時にすぐにこういい時の自分に状態に持っていけたりするんで、ぜひね、この自分マニュアル、まあ具体的にはどういうこと書いてるかって、自分がねうまくいく時のパターンとかね、例えば早寝早起きをするとか、あとは僕はこう逃げるとうまくいくっていうのがあるんですけど、あとはこう誰かのためにっていうマインドで行動してる時とか、で逆にこうネガティブな思考になる時っていうのはもう書いてるんですけど、まあ甘いものたくさん食べた時とかね、なんかこう Facebook を一日何回も見てしまう時とか、まあそういうふうに書いてあるんですけど、これをね、これぜひ何でもいいんで、自分の気づき、自分の発見、自分がこういう法則があるよっていうふうに自分が思ったこと、何でもいいんで、ぜひね書いてみてください。動画見ていただいてありがとうございました。